どうやるやろ。もう時計の音ほんま嫌。エンブレムとりあえず直しとこうかな。うん。よし、ほんなら、こっち側はあいつが行ってる言ってたから上行こうかな、次。あいつ、あいつ、ベリー？バリー、バリーか。よし。開いたんやん。嫌な音やね。わあ、雰囲気が嫌だね。ねえ。ねえ、なんか使われてない感半端ないよね。なんか向こうにあるやん。うまい、光ってる。え？あ、なんか落ちてる。これ森の外に出たん？もしかして。森の外？に庭みたいなもんちゃう多分。うん。お庭広いね。こんな屋敷やからな、なんだこれ。墓地っぽい。墓地だね。巻いてる。天使の絵が彫られた墓がある。矢尻部分にくぼみがある。ここになんかさせ入れろってことやな。どこどこ。はい、再びすいません。ちょっとね、ほんとキャプチャーの調子が悪い。しっかりしてくれ。ねえ、しっかりしてくれよ。さて、行こう行こう。いやでもね、あの Wii 版の時よりもね、やっぱり HD リマスターなんでかなり綺麗になってですね、すごい見やすくなりましたね。それは良かったです。広い広いよ。さあ、どっちから行こうかな。なんかいっぱいあるな。大きな額に入った油絵だ。油が干からび、干からびて、うん、ひび割れている。暗闇と霧で外の様子はわからない。へんとこらおっしゃんやな。おっしゃんって言わよ。おっしゃん言うた。おっちゃんって言おうと思ったら、おっしゃん言うた。噛んだのね。こっちから行こうか。鍵かかってた。これが剣ね。剣の鍵多いな。これが鎧ね。あー。なんで剣とか鎧とかわかんないやろね。模様が入ってるからやろ。ん？開いちゃった、開いちゃった。うわ、なんかさ、なんか音聞こえるよね。うん。ほい。うい。オッケー。いや、もう一発、もう一発ぐらいいる。うん、起きそうな私もそんな気がする。やつは絶対偽って、あれ偽ってんの。え。うん。なんか持ってる。あ、ちょうだい、落とせってことかな。それ何？え？それ。それって何？下。下？それ。それ。それ。何？それ。上。あ、それ。電気つけるやつや。なんや。わかるやろ。これ多分落とせってことやろ。いいねー。落として自分も飛び降りんの？降りてもええねんけど、めんどくさいやろ。真顔でそういうことするジルさん好きよ。え、したらいいのに。何が？え、ステンドグラスがある。ステンドグラスがある。中央にある模様が女性の姿に見える。うん、いや、もう一、もうちょっと探索しよう思ってる。反対側から鍵が。鍵が。剣ね。お、ありがとうございます。うん、おこれで刺しまくりだぜ。一回しか無理やけど。よし、行こうか。無理や。
無理か。ジルさんなら生きる思てんけどな。下って食堂なんやね。うん、位置的にな。この子目障りやから置いといてくれへんかな。ちょっと田中さん、なんかもう恐怖感がなくなるわ。置いといてほんまに。いや恐怖感はありありよ。あるって。ただ田中さん、ちょっと白いものがもうチュ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 目に入るからさ。人形を動かすのやめてくれません。なんで。見える、見えるから。ちょっと狙ってたのにそれ。あ、あったあったあった。あーごめんね、ポロポロ。青い宝石を取りますか。イエス。宝石欲しいよね。青い宝石どうすんやろうな。サファイアとか。金、あの、金が欲しい。あれちゃん、何、矢印の違う。そんなところ宝石突っ込むかよ。形全然ちゃうやん。え、だって三角っぽいよね、宝石って。三角っぽいけどね。うん、いや違うやろ。もっとちゃんとした宝石の形あるよ。これ影持ってへんから無理やよな。うん、うん、あ、いや何、あのゾンビがおった方行ったっけ。行ってないね。まだ住んでへんよな。うん、ベスカーに報告言ってたし。よし、進め。レッドーン。そんな怖い、怖い。まあ多分やったら怖いやろうけど、見てる分には楽しいよ。鏡、鏡、私、綺麗。え、なんかおる。大きな鳥かごがある。中にカラスの死骸。うわ、もうやめて。なんか見つけた、ハンドガンのマガジン。あ、ありがとうございます。マガジン、あれじゃ増やすんちゃう、数違うんかな。マガジンって聞いたらなんか、あ、玉やな。うん、ハーブや。え、なんかおる、なんかおる、なんかおる。びっくりした。ハーブや言うてなんでお前おんねん。ハーブってなんかいいん。食べて回復かな。うん、むしゃむしゃ。食べるんかな。食べるんやろな、多分。うん、飲むんじゃね。一緒じゃね、それやったら。もう何がお前おんねん、ほんまに。あ、大丈夫だろう。うん、大丈夫。え、大丈夫やろ。うん、扉開いてる。閉じよう。無理や、身長的に。あー、すごい。ダメ。いろいろなとこにフラグが。ねえ。うん。あ、明るい。あれもフラグかな。なんかおったよな。なんかバイオフォーで おったよな、こんなやつ。あ、よかった、死んだ。大丈夫？むせてるやん。あ、なんか刺さってる。あ、それじゃん。黄金のやん、これやろうな。多分これだろう。うん。うん、見つけた。あ、玉発見。はい、もうどんどんちょうだい。はい、かかってる。あ、来ちゃった。あフラグ、なんかのフラグ。なんなん、開けちゃったって。開けていいやん。あ、よかった。あ、なるほど。なら、あの、足があった方行こうか。何で帰ってくるの。足があった方、最初入って足あったやんな。見てへんかった。このさ、鏡がもろ映るっていうな。いいやん。よくねえよ。これ。
ハーブがある。ああ！オッケー。ハーブがある。取られへんね今。なんで？物が多すぎて。あ、そうな。そう。死は全ての始まり。始まりじゃない、終わりだ。なるほどね。ちょっとした名言よね、でも死は全ての始まりって、うん、なんかよ。ああ、これ取ったらあかんって感じある、絶対。そうやろな。死こそ全て。ほう。うん、取らなあかんじゃん。いや、取ったらあかんねやろ、多分。死の喜びよって書いてある。あ、いや、あかんかかん。でも、とりあえずさっきキューピッド行けば。キューピッド、そんな可愛いもあったっけ。あったやんな。バチンとかじゃない。ああ、うん、矢尻で。うん、そうそう、矢尻で。もう死んでるって分かったらね、怖ないわ。そう、うん、怖いんやけど。だって動かへんねん。死体があるっていうの怖い。死体なんかもうありまくりやわ、ここ。いつ蘇ってくるか。やめろよ、そういうの。よし、一回帰ってセーブしよう。恐怖合うの楽しい。自分めっちゃビビってるくせに。なあ、自分めっちゃビビってるくせに。鬼ビビってたやん、サイコブレイクの時。いや、これでもビビってるから。なんでよ、ポチあっこ上。違うよ、一回セーブすんねん。あ、どこでセーブができるん。まだここしか見つけてへん。リボンとこ。うん、あれ言わんかった、私聞いてない。これできんね。うん、聞いてへんって言ったはずやで、私。でもさ、めっちゃセーブ画面綺麗言うた、あんた、あ、ほんまや綺麗って言ってたはずやで。うん、セーブ画面リプレイしたのか、その画像今。いや、ごけ。やっていいと思うで、私。え、さっきじゃあセーブせえへんかったってこと？したよ。してたやん。たら結構進んだから、もう一回しただけや。うん、また老化してんの。いや、多分その時これ見つけたから。いや、あれ、わかんない。とりあえず人形持つのはいいけど、その手足動かすな。動かせない。うん、ガモ足動かさへん。よし、行こう。うわ、なんか俺お前はキューピッドや。キューピッちゃんや。キューピッちゃん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 。うるさい。ごめんなさい。怒られたやん。使う。おほ。オッケー。え、なんか絶対おる。なんか絶対おる。墓地やで、だって。ここは覚えてる。大丈夫。この顔は嫌。どっちやねん。石油のくぼみ、本がはさまっている。呪いの書を取りますか。呪いとか。イエス。マジかよ。いつも間違える。調べる。呪いの書だ。何ページぐらいあるんやろ。取りますか。はい。館の鍵を手に入れた。呪いの書、どうぞ。誰かに宛てたメッセージが記されている。4つの仮面、すなわち口なき仮面、鼻なき仮面、目なき仮面、3つすべてなき仮面。すべての仮面が揃うとき、災いは再び蘇る。蘇る。蘇らせたらあかんから、やっぱ見つけんのやめようで。いや、見つけな。見つけな、すまんやないかい。お、剣の形やから。
これで進めるわ。これのことやね。見つけろってことか、これを。館の中で。大変大変や。まだ言うとんか。素敵。確かに素敵。これぐらいしか見るもんがないやん。許して。もっと他にある。あ、でもお尻もいいよね。あー、ジルさんお尻素敵ね。なんかさ、いやいねんけどさ、このホラーで胸の他にもあるやん。胸のが好きやねん。まあ確かにな、胸の方が分かりやすいけど。分かりやすいって問題じゃなくて、胸が好きやねん、分かる。私、胸よりもお尻が好き。あ、そうなの。どっちかっていうとね、てか腰のラインが好き。その会話をここで聞いてる私って腰のラインはわかるよ。好き。いいよね。その胸とさ、お尻の間の腰の。見てこの、タユンタユン。もうええわ。いい。この、ワンの、プレステ1の時では表現できなかった。わかんない、それは。技術の進歩を感じるね。そうなん。うん。壊れた彫刻、彫刻、骨董品。骨董品か。品以外目につくものはない。胸ばっか話してるから。これは鎧か。ここは鍵がかかってると。ガラスが割られ中の絵が抜き取られている。おじいちゃん持てません。物が必要やな。物？あの入れるとこ。そんなんあんの？入れるとこがあんねん。これもなんか光ってるけど取られへんやろ。うん、取られへん。ああ大丈夫。なんかめっちゃ笑われた。倒れた。ムタさんにめっちゃ笑われた。ああ、何？下下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 下から下から下から。うるさい。下から。ほら下から。何してんの？何でしてる？何してる？いやできるかな思って。できるできる。鉄砲もないん。うわあ、もうボケ。大丈夫かな。うん。はあ。ああ、ドキドキした。下行こう。うん、下行ったらな、ちょっと入れ物があるよ。ハーブ使わへんの？これこれこれ探してた。あ、赤赤が通らん。通らへんの？ここじゃない、こっち。覚えてるんや。ここだけな。あれ、下から来るのは大事なとこやから、ほら。これ入れる大事なとこ忘れた。大変やで、私。これは使っとこうか。ショットガンな、まだ持ってへんからな。で、青い宝石も何のことか分からへんから入れる。サバイバルナイフな、弾なくなった時困るからな。そうやな。これで大丈夫だね。で、それ何？資材の上にランタンがある。暖かい光が気分を楽にしてくれる、うん、楽にならへん。その下、死体処理に関する小注意。あの化け物どもに関する真実が分かった。
奴らは死体になっても復活するのだ。ただし対処方法がないわけではない。奴らを復活させない方法は2つある。死体を燃やす。2、頭部の破壊。は、うん。生きる意志のある者のためにこの洋館の1階にオイルを用意しておいた。それぞれで必要な分だけ持っていって生き残る道具として使ってほしい。追伸、着火する道具くらいは自分たちで何とかしてくれ。マジほんま。でもオイルあるやん。これが入れるやつ。うん。これで燃やさなあかんって言うのよね。うん。これか。で保存しといて、インクリボンはちょっとここに置いとくかな。そうなの、これ生き返るのよ。まだ生き返った見たことないんだけどな、私。そうじゃん。うん。ただ生き返ったらえげつないことになるって言われたことがあるから。どういうこと？めっちゃ怖い。強くなるってこと思った。なんちゃうかな。なんか、間違えた。ピオちゃん？なんか、あの、モッペさんが言うには、うん、モッペさん知ってるやんな。言うにはなんか、パワフルになるって言ってた。やっぱ強くなるんや。これに、オイルをつければいいかな。着火できひんのに。あ、火種がないとあかんのね。焦っちゃったよ。こっちや。ええマジかよ。ああ。あ、来た来た。それ火種になるんじゃん。え、これじゃ。火種っていうのはあれや、ライターや。 あったやん。あー、これか。これこれこれ。いろいろな民族に関する本がある。